はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけで今回は、屋根前回作ったんですけど、お花不足のため今作れないんでね、ちょっと整理していきたいと思います。で、ちょっとこっちにあったの、変更しました。こっちにワークベンチ持ってこようかなと思って。でね、なんだったっけ、ピックアックス、ピッケル、スチールピッケルで一発殴ったらね 一発で壊れちゃって 1台しか残ってないです、今。ちょっと、やらかしました。で、どうしようかな、今。ちょっとね、移動、アイテム移動したい、整理したいんですよ。タイトルにもそうしようと思ってるんで、まあ、わかってると思うんだけど、よいしょ。なんでいいかな？よし。とりあえず、下のゴミ箱からね、やっていこうか。OK。そう、録画するかしないか迷ったんだけど、まあ、してもいいかなーって思ったんで、録画しながらのんびり整理していきたいと思います。洋服、洋服。で、銃のパーツ。あ、くしゃみしたい。失礼しました、失礼しました。銃。で、本っていうのがあったな、忘れてたな。なんや、このメガネは、メガネこれでしょ。あ、こっちインベントにもいっぱい入ってた。いいね。じゃあ次。OK。とりあえず着るものを突っ込んで。本が多いな、やっぱり。で、銃。すごいね。いろいろあるね。いろいろあるね。よし。とりあえず一回上上がろう。上上がって、材料ボックスに詰めまくりましょう。違うな。一回もこれ食べ物系入れて、肉。肉はいいか。食べ物系入れて、よし。で、本ってどうしよう。本考えてなかったな。本棚、本棚後で作るか。まあいいや、こっちに入れとけ。こっちに入れとこうかな。OK。で、TNT は完成品だから。違う、TNT はこっちだな。これだよね。で、肉ってワンスタック100だっけ？覚えてないな。よし、これで一応。全部からどれだけ取って。ダメだな。スタックできないアイテムが多いね。銃が多い。圧倒的にこれ本。本も下から置けるところに置いときたいな。こっち全部回収しちゃったもんね。こっちもいろいろあるじゃん。銃。衣類。これあれかな。もう選んでちゃんと取って移した方が早いかもね、全部抜くより。そうしてみようか、試しに。そうしよう、そうしよう。ピーカーちょっと違うかな、今の。これも違うでしょ。これも嫌だからね。トーチも完成品っちゃ完成品だもんね。OK。水。お金って、俺ね、あるんだ。ちゃんとしたのあるんだ。でもいいや。後から。OK、OK。とりあえずこっちまでは OK、空になってる。OK だね。あ、めんどくせえな、やっぱり。とりあえず、こうやって取るよりしまうときに選んだ方が楽な気がするよね。
どうなんだろうか。とりあえずこの方式でやってみて考えよう。ネイルガンか。ネイルガンも入れちゃうか。銃っぽいし。名前銃っぽいし。あ、これ違う。あ、ネイルガンね。完成品のネイルガンはまた別だよね。こんなもんかな。これ入らないんじゃないの。ちょっとガンセーフもちょっと増やさないとな。パーツ用と、あ、入らないよこれ。絶対入らないっす。で、ゴミがあるね。ゴミ銃が。ネイルガンね。まあ一回一通り。こっち側ないよね。で、外側に置いたのってこんだけだっけ。これもやったでしょ。こっち側って俺置いてないかな。あるね、あるね。こっちだ。うーわー、これ入らないじゃん、もう確定だよ。こんな入るわけない。オーバーだ、オーバー。参ったな。これは参った。後で銃関係合体するか。うわ、装備してるし。ちょっと待って、ちょっと待って。そしたらマグナムのパーツ一回整理して。ハンドガンがゴミなんだよな。こんないらんだろうっていう。密輸業者か俺は。いやいや、銃多すぎだろ。銃多すぎだろ。ハンドガンも全部売っ払うか。ゴミでしょ。リペアの材料にもならん。よいしょ。とりあえず銃売っ払ってきましょうか。それがいいよね。そうしよう。パーツじゃなくて銃を売ってこよう、まず。銃が邪魔だ。オッケー。どうせ3丁ずつしか売れないんだから。弾抜くのも大変だな。でもちょっと結構な量になるから抜いといた方がいいよね。こんだけ銃あればそこそこの量抜けるから。すげえ、195発になった。どうせ3丁しか買い取ってくれねえんだよな、あいつ。よいしょ。とりあえず3丁売りつけましょう。3丁ずつ。どっかどこら辺にね、いいボックスがあればいいんだよ。いや。お、こっちはされないか、キャッシャー。マグ44、欲しいの？欲しいの？売ってあげようか。やっぱ3丁しか買い取ってくれないもんね。知ってる知ってる。いやー、どうしよっかな。なんか買いたいのあるかな。ホールドシンクはね、なんだかんだもう買ってあるんだよ、いっぱい。すげえ、1100万。もう1万ある今ので。これ買いたいです。火薬も買うか。レザーも欲しいかな。オイルね。あ、これもいいな。
バンディット。バンディット結構買ってるからな、俺。よし。あ、今チェーンソーなかった、チェーンソー。気のせい？あ、弱いね。弱いね。これ買えるか？買えるか？お金足りないね。Be careful out there. You wouldn't want it. Be careful out there. 外で気をつけろって言われたけど、どう気をつければいいのかな。よし、こいつに。もっと入り口に近いところに置きたいけどな。あ、こっちに置けるんだ。じゃあこっちに、ネイル、ネイル。ネイルあるでしょ。ないかな。ないのか。もういいよ、席はで。木がない。席はボックスがあるか、これでいいや。置けるところギリギリのところに置こう。よし、これだ。これがもう売りつけるアイテムたち。バイクに乗って売りつけに行けば3丁ずつは売りつけられるんだけど。ランチャーがあるね。とりあえず装備取るか。洋服系。いや、売りつけるだろ、この洋服。いらんだろ。つか、今売ろうぜ。それぐらいだったら。これも、ロケラン一発は持っとくか、さすがに。で、バンディット装備ね。じゃあ、これと、これリペアした方が高くなるんだけどな。どうしよう。5000ぐらいになってたよね、前ね。これちょっと。網ないじゃん。これ保留にしとこう。後で売ろう。修理して。とりあえずこの雑魚いゴミたちを売って。Damn, you smell like the dead. You better have money. よいしょ。Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should try シャムウェイ壊してこいって言われちゃった。よし、いいね。行こう。とりあえずこいつらを引き上げて。またゾンビ来てるよ。材料でいっか。材料。これ違うんだけどな、ビーカーは。お金どうしよう、お金落ちていくか。で、こっち完成品。でも洋服だな、完成品じゃなくて、これ。違う、これ違う。で、こっちが銃。うげえ！パーツを3つずつ売るか。それいい考えだ。3つずつ売ってしまえ、ロケランとかも。サマシンガンとかもいらんだろ。弾をしまって、砂とか木とかはこっちにとりあえず詰めておきます。違う。中間素材。あ、ロケランの弾がある。砂も1個あったね、今ね。で、ロケラン。に洋服系を入れて、紫タンクトップは取っときたいな。適当にもいいや。あとは全部追っ払ってしまう。あっちでヘルメットだけ持っとく。タンクトップ紫じゃなくても全部置いとくか。セーフ。うげえ。ちょっと急いだら、急がば回れ。ちょっと見せしめないでよ、まだ。今売りたいんだから。
リペアして売るのもいいけど、いや。Oh, let me guess. You need to buy something. ああ、これしまうの忘れてた。全部買い取れ。何でもかんでも買い取れ、お前が。よーし。素晴らしい。受け。受け。一回整理しよう。こっちに詰めてくれ。シフトクイックで売ってくれればいいの。よし。よいしょ。安いな。ちょっと上の品質のいいやつから売ってこう。いやもう買う気ねえしこれ。お、いいお金になったんじゃないの。ちょっとなんか買おうよ。何買おうかな。ミリタリーダクテープ買おうかな。オジライアン。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ダメ、クローズすんじゃんっつうの。オイル買おう、オイル。オイル必需品だから、もうこれも買っちゃう。白ベンチ俺何個あるんだろう。メタルファイバーね。バレットケージングいる？いらないでしょ、いらないよ。アイアン買おう。アンビル作ればいいね。アイアン買わなくてよかったね。いや、俺も買っちゃえ。なんで俺これ買った？なんで俺あれ買った？つか外赤いけど今日フェラルとか言わないよね。ちょっと待って。フェラルとか言わないよね。めっちゃ赤いんだけど。やばい。え？前回のフェラルいつだっけ？大丈夫だよね。はぁ、フェラルだ。ちょっと待って。俺の装備どこ行ったし、こっち？ちょっと待ってよ。聞いてないよ。いや、俺がカウントしてなかっただけなんだけどね。マジかよ。ちょっと待って。フェラルの日にこんなにインベントリーカオスってるのはまずいって。何やろ。ちょっと待ってね、ゾンビさんたち。今急いで俺準備してるから。ちょっと待って。ガスバレルとかいらない。入れとこ。ここがいらない。アックスない、アックス。ナイフとアックス。よし。あ、もう18分経ってんだ。そしたら次回フェラル次回フェラルにしたいと思います。というわけで今回ご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。チャンネル登録してくれたら嬉しいです。セシカでした。